赤石海人赤石海人は昭和初期に活動した日本の歌人である。本名は野田翔太郎。もし長寿を保ったなら昭和時代を代表する大歌人となったろうとは王家臣のことである。1901年7月5日沼津市に三男として生まれた。二人の兄と一人の妹がいる。もう一人弟がいたが出生後間もなく亡くなっている。成果は 経済的に恵まれており、沼津商業学校を終えると、静岡市販学校へ入り、教職の道に進み、1920年に市販学校を卒業後、小学校教員となった。1924年、同僚の朝子と結婚、翌1925年には、長女の水穂、続いて、次女の和子を設けた。絵画、クラシック音楽を愛好し、赤いオートバイに乗ったり、 テニスを楽しむ青年だったという。生活は順調だったが、25歳の年の1926年ハンセン病を発症したため、教職を辞さざるを得なくなった。当初は自宅療養に努めたが、その後実家や長兄、慶太郎の経済的支援の下考えられる限りの治療を求めて、基中国家は私立赤白星病院などで治療に励んだ。特に、 小川寺のほとりにあった町は、会人の気に入り、ここに長く住んで医者に通っていた。会人の随筆、小川寺によると、ここには3年住んでいたらしい。落生病院の入院料は、月間130円程度が必要で、かなりの高額だったが、それを払うことができたことからわかるように天は相当な資産家だったらしい。赤市にいた当時の天は、長身の美男子で、白学だったという。 この時期、同じ病院に入院していた、知名人の夫人と恋愛関係になり、一時期病院を出て、加古川付近で同棲していたことがあったが、家人の反対に愛い一年後には、同棲を解消し病院に戻った。病院に戻った時には、ハンセン病の症状は悪化していて、頭髪はすっかりなくなり、顔面も腫れ上がっていたという、同病院の閉鎖により、 1932年11月に開園間もなかった国立来療養所長島愛生園に入所した。なお、前年の1931年には来予防法が成立しておりハンセン病患者の強制隔離政策が始まっている。開園は入所後、1932年から翌1933年末にかけて精神作乱を起こし、十坪住宅の一室で過ごした。 当時、十坪住宅に入居するには、月額十五円が必要だったが、資産のあったアマはそれを一年分全農している。当時を改装して、内田森とは、解人が半年以上もほとんど狂人の状態にあったと、書き残している。精神桜ん前のアマは、社交家で除災なく、遠慮深かったが、桜んから回復後は気難しく、無口になり、無遠慮になったとも言うが、 解任を知る、身近な人間は、解任が気難しい変人だったというのは誤った伝聞であると言っている。回復後の1933年12月には、キリスト教に入信、洗礼を受けた。さらに、1934年3月には、赤石大蔵と改名した。赤石は入所後から、俳句、短歌、詩、エッセイ、小説などの創作に励んだが、重点は、 次第に、担架へと移った。当時の愛生園には、医師として、内田森とが勤務しており、内田は、家人でもあった。担架結社、水亀同人であった内田は、園内の患者に、担架の指導も行っており、解人もまた内田の指導を受けながら、創作を続けた。会人は1935年1月に、水亀社に入社し、当初はここで活動していたが、同年8月からは、 日本火事に移動し、その後はここを活動の中心にした。1935年、ハンセン病が進行し、失明。その後1936年11月には、気管切開手術を受け、声を失った。以後は、指で文字を書いて指示して他人に代筆してもらいながらの、創作活動を続けた。解人の付き添い介護は、かなりの重労働だった。自腹で、 月額3円を払ってもなり手を見つけることが難しく、身の回りの世話と代筆、代読には別々の人を頼んでも、長くて2週間、大抵は3日か5日しか持たなかったという。発熱で大量の汗をかくことから1日に衣類を20、数枚も着替えることと、解任のための代読、代筆には相当の強要が必要だったこと。 特に天の使う用語が専門的で難解だったことなどが原因だった。1937年に改造者が一般募集して作られた新万葉集全11巻に応募し、11種という異例の大量入選によって注目を集めた。このことがきっかけで改造者から個人歌集の出版をする依頼を受け、1937年いっぱいをかけて、 出版の準備を進め、大晦日にようやく完成校を改造者に送った。死の直前に歌集、白病を改造者から刊行したが、1939年6月9日、結核のために亡くなった。白病以外にアマが残した原稿は、死後、解任以降として1939年8月に出版された。解任以降には、随筆発編と短歌。 歌44編、三文歌9編、病中日記が含まれている。また、白病は死後の1939年に大ベストセラーになり、北条民夫の小説、命の書や小川雅子の小島の春と共に、ハンセン病文学の代表的作品とみなされている。白病は、それまでに発表した和歌をアマが編んで出版した歌集で、 売れ行き部数の正確な値はともかくとして、この歌集が当時としては異例のベストセラーになったことは疑いようのない事実ではある。しかし同時に、その出版の背景には当時の国家の反戦ンン病政策が色濃く滲んでおり、解人の文学的感性のみによって歌を選び歌集を編んだわけではない。解人が配慮せざるを得なかった理由の第一は、 解人が歌集を出版するためには、医師の内田モリトラをはじめとする療養所の多数の人間の手を煩わせざるを得ず、必然的に療養所に配慮するという時制が働かざるを得なかった点にある。第二に、当時、療養所内の人間が外部に文章を発表するときには、事前に検閲を受ける必要があった事実がある。実際に、解人と、 ほぼ同時大臣である作家の北条民夫も検閲に悩まされていたことが北条の日記に書かれている。死後、北条民雄全集の一部として出版された日記には伏世字だらけの部分がある。赤氏自身、白病はハンセン病患者の置かれた状況を知ってもらうための一種のプロパガンダに過ぎないとの割り切った見方を当時の手紙の中に書き残しており、 日本歌人に載せたような歌は収録できなかったと知人宛の書簡に書いている。白病は二部から構成されており、第一部が白病、第二部が影と題されている。それぞれの性格は異なっており、白病が療養所内で行われる儀礼行事の機会に読まれた儀礼家を中心に構成しているのに対し、影の方は政権があるながらも、 解任の文学的感性によって選ばれた歌で構成されている。戦前は第一部の白病の方を高評価する論調が多かったが、戦後はむしろ第二部の影を評価する傾向が強い。強制隔離政策が本格的に進められたことで療養所の定員をオーバーする過剰な患者を収容したため、居住環境は劣悪だった。 この状況を改善するために民間の寄付を募って小さな住宅を療養所内に作る運動が三田健介の発案で進められた。この運動で作られた住宅は十坪住宅と呼ばれている。会人の失明を1936年だと書く文献があるが、会人自身が過集、白病の抜群において自身の失明を1935年と書いている。また、 解任をよく知っていた内田森との赤石解人全科集巻末の年譜においても解任の失明は1935年の8月のことと書かれている。別の文献では1938年に気管切開手術を受けたことになっている。内田森と赤石解人全科集の年譜でも1938年10月に手術とある。 一般的には25万部のベストセラーと言われているが、解人全集の赤氏怪人年譜では一桁、少ない2万5千部と書かれている。赤氏怪人や北条民夫がハンセン病患者であったのに対し、小川雅子は療養所の看護婦であり、ハンセン病患者ではない。そのため、小川の小説はハンセン病患者の視点から描かれておらず、積極的に村井健運動に参加し、 ハンセン病が強力な伝染性を持つ恐るべき病であるという誤った偏見を広めることに一役買い、小村を回って患者狩りの一翼を担った小川には批判的な見解もある。小川が善意の看護婦であったことを否定しないものの権利回復活動を行ってきたハンセン病患者の作家たちは批判的である。公示園によると白病とは東洋画で 毛筆による墨の線のみで完成された絵。また、その技法のことである。ありがとうございます。